ルカジネディーヌ・ジダン・フェルナンデスは、フランスブーシュイコールディローヌ県マルセイユ出身のサッカー選手、ラージョ・バジカーの所属。ポジションはゴールキーパー。父親は、元フランス代表のジネディーヌ・ジダン。1998年に、ジネディーヌ・ジダンと妻、ベロニック・フェルナンデスの次男として誕生。3歳年上の兄、エンツォは、ボルドーに生まれたが、ルカは、 ジネディーヌの故郷であるマルセイユで生まれている。2004年7月に、レアルマドリードのユースに入団。エンツォと同じく伝説的選手である父親のプレッシャーを受けないように登録名は、母方のせいであるルカ・フェルナンデスとされた。入団後は、順調にステップアップしていき、2015年に、フベニール A に、昇格、2016年夏のプレシーズン遠征では、 ジネディーヌが監督を務めるトップチームに初、招集された。2016から2017シーズンからは、レアル・マドリード・カスティージャに、昇格。2017年にトップチームの、第 3GK であったルベン・ジャニエスの遺跡に伴い、2017から2018シーズンより、トップチームの、第 3GK に登録。2019年3月31日の SD、ウエスカ戦。 監督に復帰した父、ジネリーヌによって、先発で起用され、3から2で勝利し、トップチーム初勝利を挙げた。2019年7月9日、経験を積むために、グ軍ダ・ディビシオンのラシン・サンタン・デールへ、レンタル移籍。契約期間は1年間。33試合に出場したが、チームは、グ軍ダ・ディビシオンで再開となり、グ軍ダ・ディビシオン B に降格した。 シーズン終了後に、レアル・マドリードに復帰したが、契約延長せず、そのまま契約満了により退団。2020年10月5日、セグンダ・ディビジオンのラージョ・バジェカーの任席。契約期間は2年間。ありがとうございます。